平野耀と渡辺直美、コラボが現実味を帯びる。ファンの熱意が燃え上がる。こんにちは、音楽とエンターテインメントのファンの皆さん。お待たせしました。元、キングプリンスの平野耀さんとお笑い芸人の渡辺直美さんが、コラボの可能性について盛り上がっている最新の情報をお届けします。ファンの心をワクワクさせる瞬間を共に探りましょう。 平野紫耀さんは7月に自身のインスタグラムアカウントを開設して以来ファンからの質問やリクエストに積極的に答えています。そして8月25日ファンから寄せられたリクエストに対して驚くほどの興奮を見せました。そのリクエストとはナオミちゃんとコラボしてほしいというものでした。平野さんはこのリクエストに対しいいんですか、したい、てか話したい。 と大いに乗り気な姿勢を示しました。さらに、渡辺直美さんについて、ちょっとしか話してないけど、めちゃくちゃ良い方、と語り、彼女への印象を披露しました。この一言が、ファンたちの期待感を高める結果となりました。渡辺直美さんは、平野さんのコメントに対して、彼のファンからの大量のダイレクトメッセージ、DM、について言及しました。 平野くん起きたらこの画像が1億人から送られてきてるって暗い DM 来てたよー。と、驚きと笑顔でコメントしました。そして、ぜひいつか話しましょう。ただ心の準備期間だけくださいやーしょう。と、コラボに前向きな言葉を伝えました。平野さんは、渡辺さんに対して、直美さん携帯投げすぎて壊れちゃう、とメンションし、親しみを込めてコメントを返しました。 準備できたら教えてくださいね、とコラボ実現に向けての意欲的な姿勢を見せました。これにより、コラボが実現する可能性が一気に濃厚になりました。ファンからは、この二人のインスタグラムでのやりとりに対する歓喜の声が上がっています。二人のインスタでのやりとりが可愛いすぎる。ダンスコラボぜひ。 渡辺直美かける平野潮ほど楽しみなことないやばいや直美さんにちゃんと届いた紫輝くんやったね実現する日が楽しみですと二人のコラボに対する期待値は高まるばかりです。平野潮さんは5月にジャニーズ事務所を退所し世界進出を視野に入れて新たな活動の場を広げています。7月にはかつて共にキングプリンス で活動した神宮寺ゆうたさんと共に、元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明さんが立ち上げたエンターテインメント会社、とべ、に合流しました。一方の渡辺直美さんは、ニューヨークに移住し、国際的なステージで活躍中です。このニつの才能あるアーティストがコラボすれば、エンターテインメント界に新たな風を吹き込むこと間違いありません。 ファンとしては、その日が待ち遠しいことでしょう。結論。平野耀さんと渡辺直美さんのコラボが実現するかどうかはまだ未定ですが、ファンからの熱い期待が二人に届き、実現の可能性が高まっています。両者のインスタグラムでのやりとりは可愛らしく、ファンたちをワクワクさせています。平野さんと渡辺さんの新たな挑戦が待ち遠しいことでしょう。 これからの展開に注目です。